どうもみなさん、こんにちは。えー、ナビのサービスモード入ってみたいと思います。えー、機種がですね、NSZTY68T っていうやつなんですけど、えー、9インチのでかいナビです。やり方はですね、最近のトヨタの純正ナビはみんな一緒だそうなんで、前のプリウスと どうも一緒みたいですねなんでやり方はですねまずメニュー画面のこの画質調整ってところを押しますで左側のこの空間ここをですね上下上下上下と3回押せば、えー、メニューの画面に変わるはずです上下上下上下 下はい失敗 <laughs> もう一回上下上下あっ3回やってないけどできたまあこんな感じですよえっ、ー、とですねまあ一般的に使うことはないと思いますけど まあ、こんな感じですかね。まあ、本当に細かい設定ができるそうです。うん。うん。まあ、本当、一般的には使わないんで、参考までによろしくお願いします。